おはよう。みんな朝日のところに集まっています。そしておはよう。今ですね、引っ越し先の、情報をたくさん集めて、いろいろと候補を挙げているんですけれども、意外にもというのか、なんというかですね、ペット相談課の中で、小型犬はいいけれども猫はダメというところが多いです。まあおそらくは爪を研ぐから柱を傷つけるからということになるんでしょうけれども、うちのジャン君とポンちゃんは決して柱で爪を研ぐことはありません。まあね、猫にはそういう印象があるんだと思うんですが、このようにですね、これは、杉の木の爪研ぎですが、これも爪研ぎですね。そしてここにも爪研ぎ、ここにも爪研ぎ、そしてこれも爪研ぎですね。中に入ってますね。さらにはですね、こちらにも爪研ぎ、これも爪研ぎ。あ、これちょっと直さなきゃいけないね。せっかくいただいた方からこのロープをまたもらってるんですけれども、これも爪研ぎですね。爪研ぎというようにですね、爪を研ぐ場所を、多数設置していれば、家具や柱などで爪を研ぐことはないはずなんです。これを理解していただけるかな。必要要件のところに、猫はダメって書いてあるところに関しては、まあ、説得は難しいのかなと思うんですけれども、一般的な常識が、そのようになっているというふうに感じましたので、ちょっと難しいところですね。はい、ここにも爪研ぎですね。室内で飼育の小型犬に限るということを書いてあるところもありましたが、実はですね、まあワンちゃんも爪は研がないんですけれども、フローリングを傷つけるとか、逆にストレスみたいなことで、家具をね噛んで、ボロボロにするとかっていうことはあるわけなんですね。なので犬と猫で区切りをつけるというところはなんとかですね、今回僕たちの引っ越しに関しては仕方がないことだと思っていますけれども、今後その常識という形でのそのイメージですね、猫は爪を研ぐのイメージ、これをなんとかこうもう少し和らげていけないかなとは思います。今ですね、西日本の、被災された方々への義援金を今日、銀行じゃなくて郵便局あたりに行かなきゃと思っていたんですが、テレビでですね、ジャパネット高田さんが、売上金すべてを寄付するということをやっていました。でその中にですね、ヘルメット、折りたたみ式のヘルメットですね、これがあったので、実は折りたたみ式のスタイリッシュなヘルメットをクロケンとマオイママは、持っています。買ってあったんですが、今度ですね引っ越しの際に老人と一緒に同居しますので、老人だけ頭を守らないという、不公平が、ありましたので、
これを買うことにしました。これはあまりスタイリッシュではありません。なんかちょっと、江戸時代の、なんかこう傘のような、感じなんですが、まあ老人だからいいだろう。それとこれじゃないとないので、これにしました。中に、うん、なんか子供にもかぶれるように、うん、なんかなってるんだって。ああ、はいはいはい、お母さん小柄だからちょうどいいかも、うん、そうだね、うん、はい、ということにしました。これに関してですね、考え方としては、ジャパネット高田の社長を信じるという形です。以前ですね、九州の長崎でしたっけね、あの人ね、長崎の、J3 のチームを、町内を挙げての応援をするという形、で盛り上げるということで、今復活させつつあるということを聞きました。こういうねこういうビジネスセンスの方、要は善意も含めたビジネスセンスを持っている人という人を信じるという形の購買で、分かりますかね。安いから買うとか、義援金になるから買うではなくて、あの人信じようと思うという形で、物を買うっていう、これね、こういう時代になるとクロケンは、固く信じていますということなんですよ能書き多くてすいません。そんなに高くないのにね。はい、うん、小銭ですが、寄付になればと思います。はい、毎ご飯ごとにこんなに泣くのはどういうことですか。はい、そしてシャーを言うのはなぜですか。はい、お待たせ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、リコさんね、かおりん、お腹がすくんだよね。私、ハンズちゃん出てきてない、ね、うん、あそこ、だけこそこ後ろにいるよ。さっきまで足のとこにスリスリしとった。ハンズちゃん、もう待つ場所を決めてんのか。そうなの、今テーブルの下にいるよ。はい、いいね、おとなしく待つね、君は大人だね。なんかもらえるかもしれない。食べる食べる。はい、来た。いいよ。もう一個だね。そんな騒ぎがあっても寝ているちゃんくんでした。ポンちゃんはスギニャンの上だよ。スギニャン、それ、はい、ポンちゃん、おひげだ。ちゃんくん、おひげ、ジャン君、ジャン君、熊にされてるよジャン君、ジャン君、おとなしいね。はい、タッチ。あ、かわいい、ジャン君。ちょっとぶっちゃずらになってる、うん、ジャン君、かわいい。ガチャガチャで買って、取ってきたかわいいね、ジャン君。熊のぬいぐるみ、ジャン君になりました。めっちゃおとなしくつけました。全然ね、うん、いや、って言うのもなかったよ。おとなしいね、ジャン君。あ、はい、いやーだって。あえで。あえで。じゃあ、かえで。リコさん。かわいいね、ジャン君。かわいい、かわいい。ジャン君。ジャン君、ジャン君。いい子だね。お耳が嫌な感じにならないからいいのかな？ふわふわで。
ただね、ジャン君、アンズちゃんが近寄ってきてるよ。アンズ、見て見て、アンズちゃん近寄ってきてるよ。アンズちゃん、見て見て、ジャン君、パプってるよ。あれ、うん。違うタイプの巣があったんだけどね、まだこれをかぶせてなかったから、ね、ちょっと我慢してみて、ポコって乗せるタイプだったね。アンズちゃん、アンズちゃん、アンズちゃん、私もかぶりたい。かぶり、絶対かぶってくれなさ、アンズちゃん、かわいい、かわいい、そりゃそりゃ、かわいい、かわいい、そして後ろにもグニョグニョしてるやつがいるぞ。かわいいにゃん。かわいい。そしてなんか言ってるよ。はい。そのご飯の前はうるさいね。お腹すくんだもんね、かおちゃん。お腹すいたよ、お腹すいたよって言ってんでしょ。お腹ヘリヘリちゃんなのね。すごい距離ガツガツくて、このガツガツ食いはまだ家猫になってないですね、君は。どうなんだろう、うん。それかさ、本当は1日3回のがいいのかな。でももう10ヶ月だからいいって言われたんだよな。まあそのうち収まるでしょう。